よーし。もう一つおまけに、おいーし。毎度どうもぼちぼちでんなー。今日もホットなホイールを紹介するよー。今回のアイテムはこちら、ででん。ファストフージからのアイテムで、バンズオブスチールです。毎度のことですが、もはや説明不要のアイテムですね。見たまんますぎて、とやかく言うのがおこがましいですが、何も言わないのもまた、寂しいのでそれなりに、何かしら解説したいと思います。今回のこのバンズオブスティールは、まんま直訳すると、鋼のパンになりますが、こういう感じの名前の時は、映画や小説のオマージュだって、りしますね。ちなみに、バンズオブスティールをネット検索すると、レオタード姿のお尻がいっぱい出てきます。どういうことを。ちなみにトミカでも、トヨタタウンエースハンバーガーカーとして存在しています。そして、トミカだと、イスズギがフライドポテトカーの2つに分かれているところ、ホットウィールでは豪華に1台でまとめています。まあ、トミカもホットウィールもジョークカーではなく、広告用のキャンペーンカーというのがわかりますね。メニューが書いてあるけれど、車両販売はない感じですかね。ちなみにお店の名前は HW レジェンドバーガーで、ハンバーガー、フライドポテト、ホットドッグ、サンデー、ドリンクとスタンダードなところはしっかり抑えています。ではそろそろミニカー本体を見てみましょう。ダイキャスト写真にプラのキャビンという構成でセンスよくまとめています。なぜか妙に出来がいいハンバーガーがインパクトありますね。残念ながらハンバーガー本体は単色で塗り分けてありませんが、トミカを参考に自身で塗り分けるのも面白いと思います。こういう時は全部塗装するのではなく、バンズの部分は成形色を生かし、バンバーグとトマト、レタス、チーズに力を入れて塗装すると面白いと思います。分解も簡単な車両なので、きっちり手を入れてもいいでしょう。その際、やけに前方に配置されているハンバーガーを少し後方に配置してあげるのもいいですね。多分5ミリメートルくらい下げるといい感じになりそうです。キャビン上部に装備されているフライドポテトもハンバーガーに負けないくらい造形が良く、成形色と相まって非常に美味しそうですね。残念ながらガラスパーツはフライドポテトと共通部品なので黄色一色です。ただし赤いボディとの相性がいいので見た目的には結構ありだったりします。そしてさりげなく車両そのものがなかなか渋いデザインでかっこいいんですよ。70年代のピックアップトラックを彷彿とさせるデザインが実にクールです。ダイキャストシャシーがライト、グリル、スポイラーまで担当していて質感も良いです。丸型、ライトに平行グリルがハートを捉えて離さないんです。キャビンも丸みがあるデザインでタフで武骨に仕上がっていて、ドアミラーもしっかり再現されているのが嬉しいです。リアバンパーのデザインが、よく見れば、ストローになっているのが遊び心の極みとなっています。こんだけユニークなデザインのマシーンは、このまま飾るのもいいですが、後ろの荷台は自分なりのアレンジを加えて遊ぶのもかなり良さそうです。分解自体はプラボディゆえとても簡単です。分解してしまえばハンバーガーは簡単に外れ、広々とした荷台に好きなものを置いて楽しむことができます。ボディの塗装変更もしやすいので、オリジナルカラーに塗って楽しむことも良さそうですね。この漫画タッチのディフォルメが効いたデザインはチョロ Q のようで、私好みなんですよ。現在では低価格のチョロ Q がなくなってしまい、少し寂しい思いをしていたのですが、ホットウィールがこの手のコミカルデザインをバンバンリリースしてくれて嬉しい限りです。
これからもこの手のシリーズに期待をしていきたいですね。最後まで見てくれてありがとうございます。またよろしくお願いしますです。またねー。バイバイ。